今回は配管を外す作業があります。作業に不安のある方は専門業者や知識のある方に依頼してください。これからプロ GG を取り付けてキッチンの水をナノバブル水にします。今回はご覧のような工具を使用します。水側から作業を行います。水の止水栓を閉めてください。キッチンの蛇口をひねって水が止まっていることを確認してください。止水栓より下流側のナットを外していきます。水道水のミネラルが固まり、ナットが緩みづらいこともあるので、無理な力をかけて破損しないように注意してください。配管内には水が残っているのでタオルなどを当ててください。続いて、プロ GG を取り付けます。当社のナノバブル発生装置には向きがあります。水の流れが矢印の方向になるように取り付けてください。元のパッキンが古くなっている場合は新しいものに変えてください。今回はご覧の寸法のパッキンを使いました。ホームセンターなどで購入できます。そして元の配管を取り付けていきます。工具でしっかり締め付けてください。止水栓を開け、施工部分から水漏れがないことを確認してください。これで水側は完了です。お湯側も水側と同じ手順で作業を行ってください。当社のナノバブル発生装置は一部にプラスチックを使用していますが、家庭用給湯器の温度に対しても十分な耐熱性を有しています。業務などで使用される方にはオールステンレス製の製品もあります。用途に合わせてお選びください。取り付けは以上です。ご視聴ありがとうございました。